皆さんこんにちは。今回は、クラインバースデーオーダーを引いていこうかと思います。なんでクラインバースデーオーダーかっていうと、まあ始めたての人はなんでせっかくこんな7周年でチェインオーダー出たのにそっち引かないんだろうと思う方もいるかと思いますが、まあ、こちら1月3日までなので、あれ普通さ1ヶ月くらいじゃない。まあだいたい1ヶ月だけど、ギリこれさ1ヶ月ちょいになってるんですよ。1月3日ってあれだよね、多分ね、ツイッターでつぶやいてる人もいたけど、お年玉、お年玉出た学生とかちょっと吸い取る気だなって言ってる人がいましたけれども、まずね、なんでクラインオーダーを引くかというとですね、こちら、開催期間が、12月7日までと。でバースデーオーダーってなんかそのやっぱ誕生日を祝うものなので、誕生日過ぎたらね、やっぱすぐね終わっちゃうんですよね。1週間、でもまあ1週間ぐらい余裕があれ、せっかくね、こっちも引きたいんだけど、とりあえずは、クラインオーダー、こちらで、この楽園ですね、あ楽園じゃねえや、残水院、やべえちょっと今眠いからボケとるわ。これがこれもまあ当たったら嬉しいですね。あとは、それが早々に、出たらですね、こっちのね、スクワットジェムおじさんの、スクワットジャムおじさんか。スクワットジャンブルドアおじさんのオーダーをちょっと引いていこうかと思うんですけど、こちら、小春ね、この小春イラストも結構好きで、まあ、ちょっと欲しいなっていう感じで、まあ、それ以外は、これは、まあ、強いんですけど、まあ、小春出たら撤退かなっていう、個人的には。っていう感じで、まあ、あとは、未だにやってるスタバ、もうちょっと終わるんだ。スターバックスコーヒーのオーダーなんですけど、まあ、これもね、これも欲しいんだよな、このね、打属性の決戦がね、欲しいんだけど、まあ、とりあえずは、クラインオーダー、これはね、欲しいスキルある人は引いていいのかなと思いますね。まあ、これね、なんだっけ、勝負師4バフ、まあ、未チャージ時なんですけど、まあ、発動するし、まあ、連結してない時に打てば、コネクトに連結してない時に打てば未チャージ時なんで、これで勝負しよう。しかもモーションが速いと、ビガーシャドウ、ビガービビビガーなんで、ビビビガーなんで速いんで、これもこれ俺個人的にこれ欲しいんだよな。タンクやるときタンクやりたいんで、もうね、発砲もやむなし結構いいんすよね。あとは火の手より速くじゃなくて、なんだっけ、消防勇気、消防、神速の消防士勇気、運命を告げる雑魚も入ってますね。運命を告げる雑魚もういらない。運命を告げる雑魚はもうお腹いっぱいだわ。運命を告げるのはもう告げなくていいわ。まあとりあえず、クラインベーチュデーオーズを引いていこうかと思うんですけど、ハッピーバースデーと書いてある。なぜかピザが、クラインと言ったら毎回ピザ、毎回背景をピザにしてくる運営、謎すぎる。まあ謎でもないんだけどな。ピザをな、デリバリーでやったのに一生抜け出せないんじゃないかって思えるようなゲームにとらわれてしまって、せっかくな熱々のピザをよ頼んだのによ、かやまくんひでえよ、
ピザぐらいさ食わしてやれよ。まあ、ゲーム内で ピザを食えるようにはなったんだろうけどさ、まあ最初のねステージなんてこんなもんでしょうと。あーまあやりうーんこのねクソクラインバースデーオーダーね、あの結構そのタンクやる人にいいんじゃないかっていう話で、あてかその残水院って武器種なんだ、武器種適当武器種見ないで適当になんかこれ引いてっけどよ。ちょっとこのあと4連くらい残ってんのかな、4連くらい終わったらじゃあ片手直剣かもしかして。え片手直剣だったらさ分厚いんですけど、熱々の厚の分厚なんですけど、あ両手ありだよね、だよね、いや両手あり、え楽印と残水印どっち持てんの、やばくない、え両手ありで、へえ両手ありか、なかなかだな。ていうか二刀流出たんならさ刀スキル、あまあ刀スキルは無理か、結局剣入れ替えないとあかんしな、ソードスキルモーションの時だけ刀になんの。二刀流はもう一本出てきたから可能にはなったんですけど、まさかね二刀流出るとは思わなかったね。ただ二刀流っていう武器種が正確に出たかというと、あらエースなし、あ持ってる、なんでこうピンポイントで持ってるのがさ出るんかな、わけわかんねえよなこのゲーム。おアクセルアクセル、おおアクセルピックアップじゃねこれ、もう片方のやつか、オレはクラインよろしくな、あやばいこれ何連目だっけ、お両手あり両手あり来い両手あり、なんであれ何連目か数えてない、8連目ぐらいかこれ、わかんない、あーじゃあそしたらもうアビリティも飛ばしていいか、えアビリティちょっと待ってこれ確定枠、あもうかぶってんじゃんこれ、うらクレイ殺すまんしてふざけんなし、まあ欲しいっちゃ欲しいけどいらねえんだよ、いらねえ、いやいらなくはないんだけど今じゃないんだよな、リンクスタート、なんでやなんでや、よしまあ気を取り直してクラインをもう一回引いていこうかと思いまちゅ、これあ両手あり飛ばしちゃった、両手あり飛ばしたらあかんやろ、それ以外は飛ばす、6連目、7連目、8連目、9連目、あー これもうやめてアクセルとか来んなよ、あーまあ来たら来たでまあいいのか、いや分からんけど、アクセルアビリティならアビリティとつってるのは結構いいのかむしろ、アビリティなアクセル時間延長になるからまあいいのか、あなんかちょっと嫌な予感してきたな、これ3周してようやく出るとかになったら、あ頼れないヤニキ来た、嫌な予感をさらに助長して6連目、両手あり両手あり、アクセルアクセル、あー勇気を出してとか、勇気あー勇気のアビリティなんか出さないでいい、クライン、あーサムライソウルクラインある意味でクラインバースデーオーダーだわ、サムライソウルクラインで、アビリティー
さてピザのスキル出てもまあまあいいっちゃいい。もう飛ばそうアビリティも直径も飛ばして、やり早う来いや。え、そしたらこれじ、おお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 おいいじゃんいいじゃんいいじゃん、これあアクセラビリティでこれはとつってよかった。しかもあこれ出たじゃん、いやーえよかった。ええマジで、あ2周で出たのか、嬉しい嬉しい嬉しい、やったやったやった。これそしたら曲降り狙おう。今宵のストーリーテラーオーダー、いやまあアビリティもまあいいけど、いやそうだな、極光輪狙おう。これでとりあえずちょっとこれ一周くらいはしますかね。おお何これ、スクワットジャムおじさんのあれじゃん、背景じゃん。あーいきなり片手再建のマークは来ましたけれども、小春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 、バーストだよね多分、バーストだから演出がないやつか。スクワットジャムおじ、スクワットジャムおじ、ビート版はもういらない、おけつき棒いらない。おおなんだこれ、なんだこれ、アスパ、アスペ、アスパ、アスパラガス、アスパラガスバフきたね。うん、ちょうど毒になるやつだ。アスパラだから。アスパラ毒じゃねえよ。何言ってんだ俺は。スカーだね。スカスカ。はい。まあ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 。ステージで直近のピックアップ来たならまあ悪くはないでしょう。とりあえずレイピー来るまで飛ばしまくって、で4連目レイピー。あ、はいはいはい。レッドスマイル、はいはいはい、いやもうそろそろ、おお来るか、来い来い、演出なし、あ演出あんだけど、なんで、え何のやつ、え何これ。はじめまして、私アスナと言います。はじめましてじゃねえよ、持ってんだよ、はじめまして、持ってんだけど。7連目星4、あ両手ありゃもう飛ばしちゃおう。10連目11連目、まあいいや、持ってんだよな、持ってるやつはかぶってもあんまりいいことがない。このゲームなんかね、無課金とか美課金からしたらさ、ざけんなよって感じなんだよな。でもいっぱい課金する人からしてもあれか、どうなんだろう、10凸ぐらいめっちゃ金持ちだったらできんのかな。あ、なにこれ、へえ、リトルインファイターレンちゃん、ほう、あーこれ結構強い。へえ、これを何チェインスキルと合わせると強そうですね。スーパーチェイン効果っつうやつがなんか乗るらしいから、連結分にすごいね、まあ、連結分スキル威力上がるかは知んないんですけど、チェインで多分上がんないとは思うの。ただスーパーチェイン効果はつくっていう感じですね。あれ俺なんか飛ばしまくってるけどさ、あれなんか飛ばしちゃった、あれなんかいいの当たったような気がしたんだけど、気のせいでした。ビート版くんなよ、ビート版はもういらねえよ。だ何枚ビート版くるんだよこれ。レッドスマイル、マッチウリの少女、ミヒマル GT、 アナドル、アナドリル、チンチンマテル、ソードガール、真実の実、11連目怖い、レイピア怖いよ、レイピア怖いっ
つーの、ざけんなし、マジでざけんなよ。俺はキリト、よろしく。俺はキリト、よろしく。はじめまして、私はシュと言います。仕方ねえ、ステさんまで引いちゃうぞ。レイピア、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 ピアピア、頼れない兄貴、頼れない兄貴、アンハッピータイム、うわーうわー、やめて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 。スナッピ持ってる。あーどうしよう、ちょっと待って、あ、これつか、俺、あれ俺バカなことしてる、もしかして。極光輪狙うんだったらチェインオーダーでもよくないか。俺バカなことしてる、あれ俺間違った、引くオーダー。極光輪でも、極光輪5連撃だもん。気分上昇、ミヒマル GT。 俺もしかしてさ、バカなことしてる。こっち極光輪こっちもあるじゃん。スクエア5連撃、俺間違って、間違った、俺なんか間違ったどこで間違った。もういいや、これ。まあどっちにしてもこれコラボ系のオーダーだから、今うわ、アンハッピータイムが2回も来た。コラボ系は早めに引いとかない、早めっつうか今引いとかないと、もう二度と引けなくなると思うんで。チンチン待てる、もう来てくれ。レイピア、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 レイピア。あ、消防勇気か、悪くはないけど違う。あー、まあクラインバースデーでいい引きができたんで、まあチェインオーダー引くべきだったか、もしかして。チェインオーダー引いて極光輪とか狙ってった方が良かったかな。あれ探索無料、俺一回引き損ねたかもしれん。なんか出たか、まあモッド解放アイテムとかもうどうでもいいんで。フルバースト環境になってからクソどうでもよくなりました。まあ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 、残数イン出たんで、今回はねクラインバースで引いてみようっていうね動画だったんで、まあ消防勇気もね、お仕事オーダー引かないんで、あの消防勇気出たっていうのはまあ嬉しいかなと思います。そういえばなんか動画のコメントでなんだっけな、今後引くオーダーなんかのためにジェム貯めるべきかどうか教えてほしいみたいな、動画にせろみたいなコメントがあったんですよ。あったんだけど、あのはっきり言います、俺運営じゃないんでわかんないっす運営何考えてるかわかんないんで。であなたがどういうスキルを持ってるかとか、始めたてがかどうかっていうのが、まあ、大体そういう人あの書かないんで全くわかんないっす。あれどういう感じだっけな、どれだっけあれ、どれ、動画なんかね、動画にしてくださいみたいなね。まあいいや、まあとにかくね、あのわかんない、大体わかんない。私始めたてなんですけどとか、なんかこうなんていうの、あーもういわ、あれなんて書いてあったっけな、あれ、まあまあいいや、ちょっとなんか見つかんないからいいやまあ大体そうな、あー正月チェインオーダーで、あ、チェインスキルで強いものが正月で来るかっていうと、正月はちょっとなんか最近微妙なんだよな。最近っていうかここ何年か、ここ何年かってなんだよなここ何年か、7年の間に、まあ、ここ1、2年
1、2、3年分からんけどっていう感じだから、でもまあ正月は正月福袋とか来る、あとクリス、あ、今月12月か、12月はクリスマス系のオーダー来るけど、クリスマス系確かにいいスキルいっぱいあるんだけど、もっと多分狙った方がいいオーダーあると思って、でおそらくだけどこのいきなり来るようなこういうさ、わけわかんねえタイミングでわけわかんねえオーダー来るじゃない、こういうので、そういうのでいいスキル出たら引くしかないんですよ、ほとんど。だからあのジェム貯めるべきかみたいなのを聞かれたところで、まあ、引くかどうかっていうのはその時にいいオーダー出たら引く感じだから、まあ例えば始めたての人だったらこういうのを引きたいけど、でもこれはステップ3式で確率が低いんで、まあ、引かない方がいい、俺は引かない方がいい気はする。あの本当に1周とかしかできないんだったらね、5周ぐらいするくらいのジェムあったら引いた方がいいけど、基本敬遠かなっていう感じはしますね。あとはそうだな、パワーライズさん持ってなかったらそれ引きたいけど今の時点ではないから、ただ打属性使う人だったらこういうのがいいんだけど、もっと汎用性があるアビリティがいいっていう人は他のオーダー引いた方がいいし、まあ、極光輪すごくいいんだけど、極光輪バフデバフっていうのがあるんですよね。まあデバフがデメリットの方なんだけど、極光輪も強い人なら使いこなせんだけど、スキル揃っててステータス十分上げててっていう人ならいいんだけど、極光輪微妙なんだよな、あの始めたての人からすると、まあ、強いんだよ、すごく強いんだよ効果が、なんだけどそれを始めたての人が使いこなせるかっていうとよくわかんない。だからパワーライズとか今ないし、このチェーンスキルを引くべきかって話だけど、まあ1月まで1月3日までやってるんで、まあ無料オーダーもね最近ね来てるし、まあ、無料オーダー引きながら様子見ていいんじゃないかなって思うけどね。はっきり言ってわかんない、わかんないが答えです。正直よくわかんないんで、ちゃんと知識あるようなギルドとかに行って聞いたらどうかなって思います。もうそれしかない、マジで本当にそう、それしか言いようがない。知識ない人はもうそうするしかないと思う。もうそういう風にゲーム作ってるんですよね、運営が。わかんないようにさ、姑息な手段をさやってくるんで、もうそりゃしょうがないと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。そういえばこれ動画撮り終わってからちょっと気づいたんで、もう一回ちょっと動画を撮り直しているんですけど、せっかくスキル引いたのに攻撃モーション動画にしてなかったなと思いまして、ちょっとこちら、今撮り直しやっておりますけれども、ザンスインね、ホイールでザンスっていうことで、まあ、これが結構ねモーションがいいらしくて、モブ狩りに。へえ、モーション良くて、しかも残水員でしょ、これ全体攻撃でしょ。これでさ全体攻撃っていうことは、これ敵まとめてこれ全部残水員にして、これ
次のさ、次に攻撃する突属性なんかモッドとかでさ、一気にバーンってさできるってことで、あれかフルバとか普通のバーストでもいいか、これ打った直後に当てるみたいなこともできるのか。でしかも闇属性、あーいいね。だ槍でこれ打った後そのまま槍のフルバでみたいな感じでソロカオスで火力みたいな風にもできるのかな。それか2連、これのなんか2連結目に入れて3連結目で結構火力出すみたいなこともんーできなくはないんかわかんないけど、でもこれ俺の所持スキルだとちょっと槍が弱すぎてこういうのをかます直前に打つくらいになるのか。でもそしたら片手再建でマゾロザフルバの方がいいね。まあとにかくホイールでしたね。で、今回私が、取れたのが、まあ、ジャンブルこれかとこれかとこれとあとは、クラインのこっちか。まあ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 戦線維持とあれですよね、戦線維持と HP 強化と、あそう HP 強化と戦線維持どっちもついてるっていうのいいよね。で HP50% 以上で攻撃力が上昇するやつと突弱のアクセル効果いいね。まあ大体そんな感じでした。あそんな感じでしたじゃなくてそんな感じザンス、残数、残数員なんで、やっぱ語尾は残数の方がいいのにちょっと忘れてました。別にどうでもいいのにな。じゃあまた。